現状で言いますと、やはりサービスを生み出していくという機能とサービスを維持していくという機能、その両方が求められていますが、やはり自分がお客様の視点に立って、どちらかというと自分がお客様のつもりでサービスを作っていくということが重要だと思っていて、今でも私は、まあ、自社のサービスをかなり借りてるんですけども、やはり当社のサービスを、まあ、一番知ってる、まあ、顧客の一人だというふうに意識をしてやっています。ですので、まあ、やはりそういった当事者感を持てるような、まあ、桜インターネットのサービスをすごく好きであるという人にやはり来てほしいと思っていますし、そういう人が社内で育っていけば当社の右腕としてどんどん活躍いただけるんじゃないかなというふうに考えています。まず新しく入ってこられる方に期待したいのは、まあ、その自分のやりたいことを自分でちゃんと見つけてそれを実現してくれるという人というのが、やっぱり私としては、まあ、一緒にやっていきたい人だなというふうに思っています。なので自分で動いて新しいサービスを出せる人、そしてその出たサービスをしっかりと守って改善をし、何かトラブルが起こった時にそれを収束できるような人、その両方の人を必要としています。やはり当社インターネットのインフラを支える企業ということがありますので、それこそテレビで放映しているような、まあ、IT 企業さんのインフラを実は当社が維持しているというようなエピソードもあります。で、実際に当社の社員の中には、まあ、レジェンドと呼ばれるようなですね、出来事を持っている人間もいまして、例えば有名なブログサイトが、まあ、今すごく伸びているという状況はあるんですけども、その有名なブログサイトの一番最初のサーバーは自分がセットアップしたんだと。で、そのサイトがすごく人気になったんで夜中に起きてきてですね、もう頑張って徹夜でサーバーを何十台も設置して、そのおかげであのブログサイトは成長することになったんだみたいなですね、まあ、伝説を持ってるような人もいますし、あとはとある大手の SNS の会社さんの本社の事務所ですね、非常に綺麗な事務所なんですけども、そこの事務所の片隅にこのサーバーから当社は始まりましたというモニュメントが置かれてるんですけども、そこに置かれてるサーバーが実は当社のサーバーでして、そのサーバーを組み立てた社員が社内に残ってるんですけども、その社員にとってみれば、あの時はあの会社さん社長一人でやってたけども、今はもう何千人も社員を要して大きな規模で会社をやっていると、最初のサーバーを作ったのは自分なんだという、そういう自負もあるみたいですし、やはり成長する会社さんの裏側にいつも桜インターネットがいると言われる存在になりたいですし、実際そういう経験をした人も多いというのがあります。ですので新しく入ってこられる方にも、10年後20年後に発展している次世代の IT サービスを自分が支えたと言えるぐらいの自信を持てる、そういった職場になるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、当社では有給休暇を2日以上連続で取ると1日あたり5000円の、まあ、有給手当というですね、変わった制度があってですね、まあ、休むことを逆に推奨しているということもあります。で、それ以外にも、まあ、通勤手当と、まあ、住居手当というのを共通化していて、もちろん遠い人に関しては通勤手当が出るわけですけども、近くの歩いて来れるような人に関しては通勤手当分が全て、まあ、現金で返ってくるということがあります。なので、そういう何て言うんでしょうか、どちらかというとワークライフバランスをサポートするような制度をいろいろとやらせていただいているということがあります。ちなみに記念日休暇というのがあって、1年の区切りになるような、そういう記念日に休暇を取っていただけるような制度だとか、まあ、休暇に対して、まあ、いろいろな制度を入れているということがあります。あとは当社の自社のサービスを無料で使えるということがありまして、もちろんサーバーが好きな人じゃないと、まあ、その恩恵に預かれないわけですけども、やはりサーバーが好きな人に入社してもらいたいという思いがあるので、例えば入社前に高額なサーバー代を払ってた方が当社に入ると、急に手取りが以外にですね、支出が減るというメリットがあるので、そのメリットを生かして入社したという人も実際におられます。
当社だけでなく他の会社でも普遍的に活用できるようなスキルというのをしっかりとつけていってほしいなというふうに思っています。例えばイノベーションを起こすような行動力であったりだとか、あとはコミュニケーション能力であったりだとか、会社が変わったとしても普遍的に通用する、そういったスキルですよね。そういったスキルを持ってやはり当社の次の会社にもし転職することがあったとしても転職ができるような人材になってほしいというふうに思っています。そのためにはやはり会社にいるときに人脈を作ったり他の会社でも通用するようなノウハウを身につけたりということは非常に重要かなと思っています。やはり他の会社にちゃんと転職できるような人がずっとさくらの社内で働いてくれればもっといつまでも会社の成長性は持続するんじゃないかなというふうには思っています。